はい、どうも、小林隆司でございます。えっ、ー、とですね、11月3日に、えー、予定されていたボクシングの、うん、世界戦、えー、ライトフライ級のね、世界戦なんですけど、京口博人選手っていうね、チャンピオンが、えー、3度目かなの防衛戦に挑むっていう試合があったんですけども、それが結局ね、直前になんですけど、その、えー、京口選手、 とあとととそののトレーナーナナにコロナの陽性が出たということで、えー、中止になっっててしまっていたんでで、すよねでその辺についてちょっと喋りたいんですけど、僕ね、この京口博人のチャンピオンのね、えー、ことを応援しようと思って、まあ、別の動画をね、撮ってあったの、前に。なんだけど、結果として、えー、中止になってしまったんで、まあ、その残念さも含めて、改めてちょっと喋りたいんですけどね。あのー、この、まあ、京口博人、 さんっていうのはミニマム級とそれから今回のライトフライ級って2階級のチャンピオンなんですけどで今回はライトフライ級の防衛戦ということでねえっとタイの方から選手を呼んできてで世界戦やるということになっていてでしかもですねえ有観客でやろうとしたのかなっていうことも含めてですねボクシングでもボクシング界もそうだし他のスポーツの スポーツ界からもお客さんを入れてやるっていうイベントとして、えー、ビッグなイベントとして注目されていたっていうのもあるんですよね。なんで、まあ本当に残念なんですけど、中止になってしまって。で、なん、その前に撮った動画は何を喋ってたかというとですね、えー、この京口チャンピオンが、あの、YouTube を頑張ってやっていて、で、なんて言うんだろう、あのー、 前日までのその練習とかね、公開練習の様子とか、いろんなスポーニングだとか、あとは本当にね、直前の水出しして、えー、その体重を落としているところとかも含めてね、で、その世界線の裏側を全部こうアップして、で、注目してもらおうとして、いろんなことやってたんですよね。で、えっと、今、ボクシングってこう、まあ波もあるし、その、この間のね、井上直也選手みたいな、 えー、本当に注目される選手もいれば、まあ、昔はそのボクシングがすごく流行ってた時期っていうのは、まあ、<laughs> 世界戦があればもう完全に、えー、テレビでやるっていうのが当たり前だった時期もあるんだけど今はその本当に注目される選手じゃないと、えー、そこまでのことしてもらえないと。 こうやってチャンピオンになったのに、2階級制覇したのに、全然こう中継してもらえなかったりするっていう状況があって、で、これは、もう今はもう YouTube でね、えー、盛り上げていくしかないなと本人も思って、自分の YouTube チャンネルを立ち上げて、で、いろんな企画をやったり、えー、おしゃべりしたりいろいろやって、で、世界戦を盛り上げようとしてたんですよね。で、YouTube のは業界初なんだけど、今回の防衛戦は、YouTube での生配信、 っていうのを世界線自体をね生配信っていうことも、えー、企画としてはやろうとしていてそういうなんかあの記事がねあったんですよだからまあ新しい世代のチャンピオンとしてそういう形で、えー、盛り上げていこうとしているところを応援したいなという気持ちだったんですけどねねででです、ね、でそれ以外にも今回はその有観客でやろうとしていたということもあってそのボクシングの世界線自体を。 かなりスポーツ界、まあ、各スポーツ界からも注目されていたみたいです。実際にその客入れて、えー、大きなイベントとしてやるっていうこと自体が、まあ、実際できるのかとか、そういう資金籍にもなる感じに、えーまあ、見られていたんだけど、これが残念ながら、えー、コロナになってしまっコロナに寄せになってしまってうまくいかなかったということなんですよね。で、もう本当にね、最新の注意はもちろん払って練習もやっていたというのも聞いてますし、で、 自分らでできるそのキットみたいなのもまあ結構購入して抗原検査っていうのかなそういう検査キットで、えー、定期的にこう検査もしていてずっとこう陰性陰性で大丈夫だったのにほんとねその世界線前日ですかね前日にその陽性が判明して <laughs> やっぱり <laughs> えっとその偽陽性とかってあるじゃないっていうのもある 可能性があるかってかなりのな、なんていうの、厳重なその検査をしたらしいんだけど、それでもやっぱり陽性だったということだったみたいなんですよね。で、そう考えると、本当に、まあ、さっき言ったみたいに、他のスポーツ界からもね、えー、どうやったら、その、 そういう大きなビッグイベントのねスポーツがうまく開催できるのかっていうのはそのプロからもアマからも注目されていたということなんですよそれはもちろん理由はやっぱりオリンピックをやれるのかっていう話に関わってくるからですよねで今回みたいなことが起こると、えー、実際ねタイ人の選手が対戦相手に選ばれてたんですけどその選手だって相当な、えーとまあ、目にあった感じなんですよっていうのは えー、もちろん、来日、試合の前に来日しますよね。で、来日のビザを下ろすかどうかで人悶着も,もちろんあるんですよ。あのー、今、どんどん海外から人を入れるわけいかないっていうところからスタートしてるから、えー、こういうことなんで、えー、って言ってビザを下ろしてもらって入国したと。で、その選手も入国してから、やっぱり2週間隔離とかになっちゃうわけですね。そうすると、その、トレーニングのパートナーとも隔離されてしまうので、 結局試合の前に2週間ぐらいたった1人で隔離されてもうほとんど自転車こぐのとシャドウぐらいしかやれなかった状態で試合を待っていた状態だったみたいなんだよね。だから まあ何にしても試合がなくなってしまったということは本人にとっても相当きつくてまあもちろん家族を養えると思っていたのにっていうことがあってもないしたらしいですけどそういうことも起こるんだということも結果としては分かったということですよねでそう考えるとじゃオリンピックでいろんな選手をこう海外から入れるって言った時にそれどうやってやるんだっていうのも問題になってきますよねでとりあえずじゃあ全員入れた瞬間から2週間一人ぼっちにさせる全員を の何千人って選手が集まってきて、その一人一人を接触しないように隔離して2週間置くっていうだけでも相当なことですよね、これはね。で、いざ、例えばその試合前に陽性が出てしまった場合、あるいは試合のトーナメント中とかさ、リーグ戦の途中とかでさ、一つのチームにそれが出てしまった場合とかどうするのかとかね。そうすると不戦勝みたいになって、まあ、行くのかなとかね。まあそういうことも含めてですね、これ、 そのいろんなスポーツの、えー、スポーツの祭典じゃないですかオリンピックでだからいろんなスポーツの選手を一気に入れてそんな運営ってできるんだろうかということ自体も含めて結構疑問符がついてしまった感じっていうのはやっぱりあるのかもしれないですよね。でもちろん今回の件 うん、まあ、だけじゃなくど、まあ、将来にわたってこの問題が、うん、スポーツイベントについては結構でかくクローズアップされてしまうのかもしれなくて僕自身はこの間までその舞台をやるために PCR とかやってやっぱりそれもすごく不安でしたもんやっぱりそ,のそこで例えば本当に本番の前日まで頑張ってきても前日になって パッとそれが、要請が出ましたっていうことになって中止ですとかね。言うんだったらやっぱり、泣くに泣けないところっていうのはやっぱあるし、で、スポーツ選手なんかも、まあ、ますますというか、そのためにね、自分の体をまあ鍛え上げて調整とか、まあ大変タイトなものじゃないですか。体重を落として、で、もう完璧な状態に、まあ、 もう極限状態でこう向かっていくっていうボクシングなんかねスポーツでそれを一生懸命やっていてもねまあなるときはなっちゃうっていうことが、まあ、今回も明らかになって、まあ、ほとんど前日まで全然何にもなかったのにこういうことになるってことも含めてですね急にうん経済損失で数えていいのか分かんないけどそういう意味でもねさっきのその選手のメンタルだとかそのこともそうだけどそれ以外の 予想していた、ね、お客さんを入れてるならそれもまさにそうだけどこの工業自体がポンって飛ぶわけでしょで準備にかけたものお金があるわけでしょそう考えるともうそれだけでもすごい損失になってしまうということも。 含めて考えると、これは一筋縄ではやっぱりいかないな、この時期っていう風に思ってしまった次第です。で、この先ね、そういう実際にそのオリンピック開催されるかどうかとかも含めて、まあ今後も注目はしていきたいんですけどね。えー、僕らもなんか身につまされるというか、一言じゃない、えー、イベントの中止っていうのの,のニュースを聞いて、いろいろ考えたことを喋ってみました。というわけで、またねっぱいはいい。 はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。